今日は三原鉱山っていうとこにやってきました。昔ながらのこの明治時代ぐらいの建物なのかな、なんかそんな雰囲気のある建物でございますね。高出って書いてます。結構ね、あの不法投棄の場所にもなってますね。ゴミがたくさん。だいぶ多いな。ちょっと行ってみましょう。こっち側にもね、あの気をつけたいのはちょっとひっつき虫がね、アホみたいにあるので。消防用のあのあれですね。行きましょう。でこのね、先に三原鉱山の跡っていう、看板、まあ、プレートがあります。びっくりした。まあ、おそらくね、あの、まあ、観光スポットというかそういう目的、まあ、歴史的に価値のあるものとしてね置いてあるんだと思います。よいしょ。こんな感じですね。この先は行けないですけども、まあ今までね、あのいろんな、まあ、鉱山とか炭鉱とかね、あの覗いたんですけども、まあほとんどの、穴が、まあ、このね入り口がね大体水いっぱいになってますね。でもこちらはね、本当にあの湧き水的な感じで川になってます。おそらく昔はここが入り口で、建物がね、ちょっと見てみましょうか。あ、なんかポン管みたいなのありますね。ああ、なるほど。中はね、こういう感じで管があって、おそらくね、多分排水のあれなのかな、排水ポンプみたいなのがここに、だからかなりのね水が流れてたのかもしれないです、当時。でそのためにあの排水ポンプで水を出してたのかな。
はい、じゃあちょっと行きます。先に せっかくなので、ね、ここも見てみましょう。なんかね、 Google の写真ではね、普通にこの辺で写真撮ってたりしてたりとかしてたので、おそらく大丈夫だと思います。まだあの立ち入り禁止とかいう、のもないので、ちょっと見ていきましょう。もうね、ガランとしてますね、中は。その当時のまんまでございます。ここはトイレ、もうトッポン便所ですね、そのままの。ここがあの小便器がの場所です。これは、あ、カメラ。めちゃめちゃビビったのが、お人形さんが。ここが倉庫かな。
の年代だろう。ちょっとわからないです。ああ、なんか鳥を飼ってたのかな。鳥かなんか、鳥かな、あれは。カゴがあります。よいしょ、ちょっと行きます。普通にね、行けましたね。で、おそらくね、ここがずり山というか、石とかをここに捨ててたのかな。なんか落ちてます、落ちてますっていうか、なんでしょうこれは。見たこともないような。ちょっとコンベアみたいな感じですね。今ね、一斗缶がゴロゴロしてます。はい、いうわけでね、こんな感じでお届けいたしました。鉱山跡です。まあね、この辺はね、詳しい説明はなかったんですけども、向こうの方はね、その鉱山の、跡のプレートがありました。で、まあ、本当におそらくこの辺とかもね、重要な歴史的な建物なのかなと思います。おそらくね、1970年代ぐらいには閉山したのかなっていうような感じです。普通にカメラあったり扇風機あったりとかね。興味ある方はぜひ行ってみてください。Google マップでね、Google マップで探していくことができますので、ぜひぜひ。チャンネルがいいと思う。